はい、皆様こんにちは。ここは JR 関西本線奈良駅。この奈良駅、真ん中に奈良って文字ポンって置いてるだけで、どこに何があるかっていうのがよくわかりやすい場所となっております。右に行けば鹿が、左には跡地が、上に行けば京都、南に下れば天理というように、奈良が一つあるだけでどこに何があるかわかりやすい場所となっております。これで地図を見るのも完璧です、多分。で、今回はこれから京都方面に向かうわけですが、奈良から京都の移動手段で最速といえばやはり宮古寺快速。宮古寺快速に使われるのは白い221系電車。東海道線とかでもね、快速で今でも走って、まあ、最近数減っているわけですけれども、今回はこの宮古寺快速に乗って京都方面に向かいましょう。221系の宮古寺快速って言えば、前面だと窓も広いわけですし、宇治川を渡る景色に街並み、まあ、結構なね要素を見れるわけですから、広い座席と大きな窓で天下クロスに腰掛けながらゆったりと移動していきましょう。宮古寺快速京都行きが4両で参ります。電車が参ります、ご注意ください。あれ、宮古寺快速って221系の白い6両編成の電車が入るって聞いてたんですけど、あれおかしいな、なんかやってきたの205系なんですけど、しかも4両編成なんですけど、なんなら転換クロスなんてどこにもないんですけど、え、これで合ってるんですよね、今回に限り。ということで、本当は221系の宮古寺快速に乗る予定でしたが、急遽やってきた205系の宮古寺快速。今回はこの205系が前世紀ブイブイ言わせていた時代をなるべく再現しつつ乗って京都方面へ向かおうと思います。今回もよろしくお願いいたします。で、今回の宮古寺快速の回は一応 OVA みたいな扱いで作るんで、また221系で別途宮古寺快速として動画は作ります。奈良駅は発車、まあ大掃除にしか聞けない放送でもまずは聞いてみましょう。で、奈良駅でね、この221系がどっか行ってたんで、これが来るって思ったんですよね。ここには車両基地が併設、関西線奈良線で活躍する221系を中心にねぐらとなっている場所になります。そのねぐらの元にあるのが奈良山。この奈良山を通過できるっていうのが地味に SSR 級のレアリティだったりします。っていうのも、関西線大和路線から来る快速電車は全てこの奈良山に止まり、奈良線へと抜ける宮古寺快速と快速が通過していくわけですが、その2つはほぼ221系しか入らないんで、今回みたいな205系の宮古寺快速で奈良山が通過できるっていうのがね、まあ、SSR 級のレアリティを誇ります。これだけでももうチョベリーグ、ブイブイ言わせてる時代を感じられたんですけれども、まだそれだけでは済ませてくれません。関西線、片町線と分かれた当列車は奈良線へとこれから入ります。右手に見える太陽光パネル、最新の設備にもまだまだこっちだって負けてられんのだよと言われるばかりな姿が夕日に照らされ影となり、私たちに見せてくれています。ということで奈良線に入り、木津川を渡り、本来は間もなく速度を落とす場面、しかし今回は名をかたどっているのは快速電車、ここで速度を落とすそんな容赦なき甘さはありません。この猛烈なモーターのうなり、奈良線最初の通過駅上駒を通過。こう205系で通過って言える時代がまだあるっていうのがまあすごいですよね。103系にも言えることなんですけれども、この奈良線でね、単線区間の中こうブーッ
っとモーターをうならせて駅を通過する、こんな光景がね今でも見れると。あれおかしいですね、奈良にいた時はまだ令和だったんですけど昭和にタイムスリップしてしまったのかな。その理由を説明しましょう。さっきの田倉ってところでは宮古寺快速同士がすれ違うタイミングの駅となるんじゃ。しかしそこですれ違った快速が205系だったの。ということはこれ令和じゃないのかい。今昭和何十何年かは分かりませんが、田園風景駆け抜け街中が広がり始めると間もなく常陽に到着。この常陽にいるのも205系、なんか205系が第一線でブイブイ言わせたそんな時代にタイムスリップしてしまったのかという光景に相なり得ますが、これには少し訳があります。常陽に到着。この常陽には常陽ラーメンなるものがあると名前だけ聞いているんですけれども、まだ実際にね食ったことがないんで、また訪問したいなっていう場所なんですよね。でなんで古い205系がこんなに今ブイブイ言わせているのかって言いますと、この収録日なんか信号トラブルかな、踏切トラブルかの遅延が発生していて、こう普通にねダイヤが回りません。もう何でもいいからスムーズに流れるんだったらもうどの車入ってもいいです、スムーズに流してねっていう、まあ、簡単に言うとそんな状態になってたんですよね。その関係で本来白い221系の6両が入るところに205系の4両編成古い電車が入っているという事態になりました。それが1本だけならまだしも、この日2本3本入っていたらしく、もう当時を思わせるようなそんな VV 時代になっていました。常陽を発車し右手に見えるこの白い真新しい線路、この線路は最近伏線化工事の中にある奈良線のマジな新しい線路です。この撮影日の前、本当撮影日1日2日ぐらいのね、出来たてホヤホヤ線路の脇を快速でこの便でかすめるなんて、まあ誰が予想したかって思うんですけれども、伏線化されていく、まあ、新しい線路の脇をかすめるのがまさか205系の快速電車になろうとは誰も予想できません。さて新田を通過すると既存の伏線区間のエリアへと入ります。この新田から小倉宇治までの区間というのが前々から苦戦がされている区間になっていますが、まあそれは一体なぜかっていうと、これは個人的なね、まあ、意見になるかもですが、多分人口が多いんじゃないかなっていうのが一番かと思います。この宇治小倉エリアっていうのが、まあ、他と比べるとね結構住宅街家々が多くあるっていうので、まあ、奈良線乗ってると感じたり、このね山手の方には山城総合運動公園っていう実は蒸気機関車が1個保存されている場所があるんですけれども、そういった部分で街の発展に大きく、ほぼ宇治かと思いますが発展している部分、てかこの大浦新田はまあ快速も止まる場所にもなるのでその分人が多いっていうのが他よりも出てるんじゃないかっていうのが分かる場所でもあります。そういった面もあってあの区間のみ伏線が前々からあったんじゃないかなっていうのも一つ言えます。前半戦終わり宇治に到着。この宇治では普通電車と快速電車の接続がなされます。今回のお相手は自分を4両編成の普通電車と思い込んでいる6両の221系でございました。宇治を出るとすぐに広がるこの一大な光景、宇治川。この宇治川だけでもね渡れるだけで奈良線の快速に乗れる価値って十分ありますし、まあ、他の人からすればこういった街中の景色だけでも大吉山に宇治神神社、宇治神社いろんなものが見渡せて、まあ一角だけでも素晴らしい。この大爆から宇治の間っていうのが今伏線化工事やってるよっていう姿を映している中で多分最後なんじゃないかなって個人的な予想をしています。そんな風にふと考えながら電車は間もなく大爆を通過。
60キロ以下まで落とせと言われているのかというか、多分60キロ以下まで落とせないといけないんじゃないかなって思います。というのもこの大爆を通過するタイミングの場所、ここにあるカーブがねなかなかにきついんですよね。単線の時も速度を落として運転しなければいけない部分にはなっていましたが、単線が終わっても、まあ、カーブはきついんでしょうね。60キロ以下の制限を受け、ただここからが変化のポイント、すぐに加速できる、これがまあ伏線化でね、こう制限を気にしないメリットなんだろうなっていうのはつくづく感じます。その伏線化、新しい区間のもう一個、大爆六次増刊、この大爆から六次増刊がねこうぐーっとねもう加速できる、75、6、まあ四捨五入で80キロですね。その最中で駆け抜けるのが大発田、京阪線にも同じ地で小畑という駅があります。坂道下ったところにある京阪線の小畑、上にあるのが JR 奈良線の小畑。バリアフリー化で階段の跨線橋がエレベーター付きの跨線橋に変わった時に驚きと確信を感じたのは言うまでもありません。そして前までこの小畑にて宮古路快速と普通電車乗用行き行き違い待ちがありましたが、今では大爆でその行き違いを行っているようです。まあ、伏線化されてますからね、行けるところまで行っちゃいましょうになったんだと思います。その区間を過ぎると間もなく新規伏線区間の終わり、六次増に到着です。一旦この六次増で宮古路快速は下車。この本当は宮古路快速に入る予定だった普通に乗ろうと思いましたが、なんとなく30分後の宮古路快速も待ってみることにしました。そしたら黄色い展示ブロックまでお下がりください。宮古路快速京都行きは途中東福寺に止まります。やはり205系で来ましたか。というのも棚倉ですれ違ったあの205系、多分折り返すんだろうなと思って見てみたら、まあ、案の定折り返してきました。今度はこちら千番台、阪和線向けに製造された JR 型の205系になります。今度はこちらの205系に乗るわけですけれども、やはり同じ205系、まあ、番台は違いますけれども、そういった面もあってうなり方とか結構似てるんだろうなと乗る前は思っていましたが、今通過しているこの駅は桃山、対向は常用行き221系、多分4両でもあっちが宮古路快速に入りたいんだろうなと思いながら通過する。こちらはいつも普通電車逆転現象というものが成立しちゃっております。さてふと違いが現れてるんじゃないかと思った部分があったので、そちらを見ていただこうかなと思います。途中富士の森を通過すると、そこから先京都までは伏線区間になりますが、ここからは問答無用で速度も上げていくわけです。先ほどのようなうなりが期待できるわけなんですけれども、なんかね80キロオーバーなんですが、80キロオーバーにしてはなんかかなり静かじゃないかなって思ってしまいました。まあ、乗りすぎて錯覚を起こしたのかは分かりません。しかし通過は一品級、いつもの普通電車なら止まる稲荷駅を快速を掲げているため通過。このようにね、快速電車という枠だけで京阪線の急行を超えてきてしまっているんですから、なんか宮古路快速のね稲荷大社があるけど容赦しない感がね伝わって、乗ってたらね面白い区間と個人的に感じてしまいます。さて間もなく東福寺、対向の205系快速の奈良行き、皆様あの205系に覚えはないでしょうか。そう、30分前まで乗っていた宮古路快速、折り返しは快速で行ったということで、まあ乗っててもよかったわけなんですが、まあ過ぎたことは仕方ない。金沢へ飛び立ったサンダーバードと新鮮積み立ての抹茶に出迎えられながら終点の京都に到着。今回はね、40年前のブイブイ言わせていたような光景が広がる205系の快速、そちらをね体感できる以外に、0番台と1000番台でなんか意外と違いはね出てるんだなっていうのをなんか感じる場面でもありました。折り返しは元に戻り、普通電車としての日常に姿を変えるようです。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。そういえばこの奈良駅普通電車、案内板を見てみたら
自分は6両編成の普通電車だと言い張っていました。君は4両しかないんだ。